はい、はい、どうもペンギンです。ブラッドプラス創薬のバトルロンドやっていきたいと思います。これは2005年に発売されたブラッドプラスのゲームですね。オープニングの映像は別でアップしてますので、概要欄とかにまあ貼っときます。まあ見たかったらそちらへどうぞということで、ではシナリオモード、ニューゲーム、ロードゲームないよね。うん、新規ファイル。OK。ニューゲームでやっていきます。まあ、ノーマルモードでいいかな。チュートリアルオン、チュートリアルオフ、チュートリアルオンでいきましょう。チュートリアルオンでいきます。基本的にはフルボイスやったかな。あの時、忘れ物を取りに夜の学校へ行った私は、いきなり翌週に襲われて。第1話はAmazon プライムで確か無料視聴できたはずなんで。生き血を。まあまあ。けだも。けだもの。興味のある人は見てみてください。これも第1話を 3D にしてるだけですね。さよ、戦って。基本的な操作について説明するわ。お、操作説明も教えてくれるんや。四角ボタンを押すと刀を振り相手を攻撃することができます。確実にダメージを与えていきましょう。ジャンプ。連続攻撃について説明するわね。連続攻撃か。四角ボタンを連打することによって連続コンボ。闇雲に攻撃を続けるだけでは敵から手痛い反撃を受けてしまうので注意しましょう。あの結晶でって回収すんの。よくしょ倒せ。ミッションスタート。痛い。ガードとかなかったっけ。四角と罰同時押しがとどめか。はいはい。ちょっと待てよ。香り。そんなわけないか。お父さんが抑止に襲われたとき、ガイは敵を撃つんだって後を追っていて、私も大切な人を守れる力が欲しかった。だから。聞こえるんですね、あれらの声。教えて、あそこにカイがいるかもしれないの。あなたならわかるでしょ。ハチとお呼びください。そして命じてください。ハチ、お願い。私、カイを助けたい。もう誰も傷つけたくない。
回避動作について説明するわ。至近距離からの抑止の攻撃は通常の移動やジャンプだけで避けるのは簡単ではありません。そこで左スティック移動中に R2 を押して回避ほど取りましょう。回避する目的の他に通常より素早く移動したい場合も有効な動作です。ボタンの攻撃はためを、押し続けてためることによって技の見た目を変化させたりダメージをアップさせたりすることが可能です。あ、すげえすげえすげえ。ためた時間の長さによって技の性質が変わるので状況によって使いやすいでしょう。に攻撃した時に出る赤い結晶を集めましょう。結晶はため動作でも集めることができます。技が使える状態になりました。丸ボタンを押して抑止に覚醒技を当てましょう。画面に表示されるものと同じボタンを入力するとコンボがつながっていき痛いダメージを与えることができます。あ、こんなんやったっけ。四角三角バツをずーっとぐる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 するやつだっけ。まだまだ。これで終わりよ。ライフの最大値アップについて説明するわよ。右上に表示されている経験値がある程度たまるとプレイヤーのライフの最大値がアップします。経験値は戦いの中で敵にダメージを与える等の方法で得ることができます。これで終わりよ。これで終わりよ。おいおいおい、よし、よかった、とどめ当たった。ボフ、なんか埃が舞ったような感じになったけど、原作ではちゃんと血がプシャーって出るんだろうな。さらわれたお父さんを助けるためヤンバルの自然環境保護センターに行った私たちを待っていた。サヤ、何があってもお前の信じる道を行け。お前の過去を受け入れろ。ああ、ジライアの声やっけ。おやじ、絶対マグナムよね。
思い出せ。なんくるないさ。明日のため、今日を生き抜くんだ。笑顔を忘れるな。暴走が始まったのか。さよ、自らがすべきことを思い出したわけだ。大切なものを守るために戦う。さよ、そのために戦い続けてきた。ターゲット切り替えについて説明するわね。L1 を押すとターゲットを切り替えることができます。ほうほう。 R1 でロックオンをオンオフ。何さっきの何？痛い、うまい、やるつ。アイテムや武器について説明するわ。オブジェを破壊したときにプレイヤーのライフを回復するアイテムや武器などが出現する場合はあります。ほう。アイテムは三角で使うんやったかな、確か。これで終わりよ。下撃するんよな。経験値出るんよな。やるよな。いった。これで終わりよ。これで終わりよ。そして外れるっていう。ボフってやっぱなんかこうホコリがボフってなりよるような気がして仕方がない。まあもしあれ血がプシューって吹き出たら Z 指定とか R 指定になるんだろうね。私は今飛翔市という町に来ている。ここへ来る前私に伝えられたの。この町で抑止によると思われる事件が起きているということ。現地の潜入し抑止と遭遇した場合は速やかに殲滅せよというデビッドさんからの指令だった。不思議なゲートの形しとるね、あれ。ここがデビッドさんの言ってた。翼翔学園、翼翔、翼翔？そんな感じ？違う？今、声が。これは。やがら、マジで。アクションデモについて説明するわね。ゲーム内にアクションデモというイベントが発生する場合があります。ゲージの周りをカーソルが移動していきタイミングに合わせてボタンを押すと
イベントクリアになります。タイミングはデモの内容によって変わります。てかあの高さからドンって落ちて大丈夫なんや。君転入生かい？今のに巻き込まれたりしてないだろうね。はい大丈夫です。転入生の音梨沙耶君だね。学園長がお待ちかねだ。学園長じゃないんかよこのじいさん。めっちゃ学園長風な風貌しとったけど。ようこそ幼少学園。君のような優秀な生徒は大歓迎だ。優秀な生徒？そんなに謙遜しなくてもいい。提出書類で君の教育環境は十分に把握している。沖縄の高校の成績、ベトナムの名門校リセドゥサンクフレシュでの学業成績などなど。え？あ、デビッドさんか。ん？おとなしくん、どうかしたのかい？いえ、何でもありません。当校は新時代を担う人材の育成をモットーに中高一貫教育を通じてその才能を遺憾なく発揮できる新時代の学校法人である。そんな学園でファンファン大佐に似てないかな。どういうことだね。高等部1年 F 組の古賀君です。先ほど騒ぎを起こしまして。例の生徒か？ええ、それはそれは。転入早々、あ、ファンファン大佐ってのは岡田真澄さんのことね。新設のマンモス校だからいろいろな生徒がいるのはやむを得んだろう。窓ガラスを割り2階から飛び降りたんですよ。彼はその普通の状態ではないように見えました。いい加減にしたまえ。彼の行動は彼個人の問題であり当学園の教育とは一切関係ない。まあまあ学園長、おとなしくんも転入初日にいきなり見たから驚いて神経質になっているだけですよ。そうだね。私だ。何？理事長が？誰が知らせたんだ？わかった、すぐに行く。いいか、アレクセイ氏にはくれぐれも失礼のないようにな。悪いが急用ができた。転入の手続きは済んでいる。あとは担任のマイルス君に教室まで案内してもらうように。アレクセイって誰よ。また転入生かよ。うちの学校出入り多すぎ。あれって小島の席だっけ？リカちゃんのだよ。事故にあった？それは隣のクラス。いや、人がどうにかこうにかなりすぎやろ。なんかあんじゃねえのこの場所とか。まさか、考えすぎ。家族で赴任してきたの多いからだろう。席は鈴森の隣が空いていたな。わからないことがあったら隣の席の鈴森に何でも聞くように。鈴森、転入生をよろしくな。はい。お、キャラグラめっちゃ可愛いやん。私、鈴森まゆ。まゆって呼んで。あなたのことは、さやって呼んでもいい？うん。よろしくね、さや。でね、その先生ってのがさ、さやでかいな。さや、どこ行くの？頭一個分でかいし、ごめん、先に行ってて。一回りでかいな。場所わかるのかな？私だ。潜入は成功したな。はい。あ、デイビッドさんや。携帯の調子はどうだ？少し聞き取りづらいです。特殊な暗号処理を行っているためだ。その代わり、盗聴の心配はない。今後必要に応じて
随時連絡を入れるので、携帯は必ず身につけておけ。わかりました。これからどうすれば。サポート要員を送ってある。コンタクトの場所は。サポート要員、あれか、あれは。カイ、リク、サポート要員ってまさか。そう、俺たちだよ。さや姉ちゃん、僕たちも協力するよ。二人とも。めっちゃ聞いたことある声なんやけどな、全く思い出せんねんけど。とは言っても、俺たちも来たばかりで、別に大したことが分かったわけじゃないけどな。高等部と中等部合わせて何千人もいる学園だもん。仕方ないよ。地道に調べていくしかないね。でもよ、何から調べればいいんだ。見当もつかないね。さやは何か気づいたか。この学園の怪しいところとか。それなら。窓から飛び降りた生徒。さや姉ちゃんの目の前に。まあいいか。あ、もしだったらコメントで教えてください。うん、何かに怯えてるみたいで様子が変だった。担任の先生も学園長も事件を隠そうとしている素振りだったし。調べてみる必要がありそうだな。でも、本当にお願いしていいの？任せろってな。うん、僕らだってそれぐらいできるよ。じゃあお願い。でも約束して、決して無理な調査はしないって。二人が危険な目に遭ったら私。そんな無茶しねえよ。抑止に襲われたらひとたまりもねえってのは俺が一番よく知ってる。周りの人たちにちょっと聞いてみるだけだから、さや姉ちゃんも心配しなくていいよね。うん、じゃあちょっと調べてみるから、また後でな。こんなところにいた。次、音楽だから移動だよ。急がないと。あ、うん、わかった。ところでさ、さっきの二人、知ってる人？ここで知り合ったの？ずいぶん親しそうだったけど。そんなんじゃないってば。へえ。次の授業遅れるよ。いけない、早く行こう。すみません、転入生を探してて遅れました。事情は聞いています。先生かよ。はじ知ってるの？あなたまで来るなんて、なんかベトナムの時みたいだね。巻き込みたくないのですな、これ以上。あの二人が。ハジの話って出てきたっけ。大切なものを守るためにあなたは戦ってきた。これからも私はいつでもあなたと共にあります。ハジ、ハジの右腕の話とか全然覚えてないんやけど。ここへ来て何か変わったことはあった？一つ変わったことか。何？さやの声がすっげえ鼻声なんやけど。歌のような声を感じます。耳鳴り？歌？お、アクティブデモ。ゲーム中にいくつかの選択肢が表示される場面があります。キャラクター視点を変えることができるタイミングであることを意味しています。ハジに声の調査をしてもらう。屋上調べに。ああ、うん、とりあえず再視点。おお、ハジ、
そのことはあなた一人で調べて、私は少し調べてみたいところがある。わかりました。なんかマルチエンディングっぽいよね。あれは一体。ちょっとサヤ、そんなところで何してるの？マユ、どうしてここへ？私、あなたのお世話係だよ。ずっと探してたんだから、早く降りてきなさいよ。もう、危ないじゃない。あんなところにいて、一体何をしていたの？わからない。だから、あそこで考えてみたの。ああ、何それ、全然わかんない。いや、飛び降りてきたところで驚かんのかよ。ごめん、変に暗くなっちゃったね。私、事故でなくしてるからさ、両親。嫌なんだ、命を粗末にする人。本当ごめん、こんな話するつもりじゃなかったのに。いいよ、私もお父さんいないから。サヤも？うん。でも、サヤは一人ぼっちじゃないでしょ？親戚の人と一緒に住んでるんだから。そうだね。だけど、マイだって一人ぼっちじゃないよ。え？私たち、友達になれるよ。そうだね。